1963年に創作、著作された最初のスマイリーフェイススマイリーフェイスは黄色い円形に笑顔の描かれたキャラクターグズ用、キャラクター群である。スマイリーは日本ではニコちゃんマーク、ニコニコマーク、スマイルマークなどとも呼ばれる。ハーベーボールとスマイリーフェイス笑顔のマーク自体は紀元前1700年頃の筆体と遺跡から出土したポットにも見ることができる。 1963年12月、アメリカマサチューセッツ州ウースター市にある、ステート生命保険の関連会社で、年明けからの社内キャンペーンとして、ポスター、カード、バッジ等で使うデザインを、地元の商業美術家である、ハーベイ・ボールに依頼、ボールによってデザインされた。ボールはこのスマイリーフェイスに関して、最初の保険会社から受け取った45ドル以外の収入を受けていない。 世界中で商標登録を行い、それをビジネスとして多額の収入を得ようというような考えは全く持たなかった。なお当時は類似の衣装がすでに多数出回っていた。1996年7月10日、ウースター市のレーモンド・マリアーの市長により、スマイリーフェイスが1963年にハーベイ・ボールによって創作されたことが公認されている。ちなみに、 同志はその7月10日をハーベイボールの日と宣言した。また、マサチューセッツ州上下院議員総会にて、スマイリーフェイスがハーベイボールによって創作、著作されたことが公認され、決議宣言がされた。ウースター博物館では、スマイリー、フェイスとハーベイボールを叩いて、特別の展示コーナーを設け、現在まで続いている。 1998年2月28日、ウースター市制150周年記念式典に来賓として来場した連邦上院議員ジョン・ケリーは演説でハーベイボールがスマイリーフェイスを創作、著作したということを公言した。1999年、アメリカの70年代を代表するイメージとして、アメリカの優政公社の記念切手にスマイリーフェイスが採用された。 同年10月1日、ブースター氏のワールドスマイルデーの会場に、郵政公社の代表が来賓として参加し、スマイリーフェイスは、ハーベイ・ボールが制作、著作したと公言した。2001年4月12日、ハーベイ・ボールが死去したとき、全世界の新聞で、スマイルの生みの親として報道された。その後、ハーベイ・ボールの息子であり、マサチューセッツ州の弁護士である、 チャールズ・ボールを会長として、ハーベイボール・ワールド・スマイル財団が設立され、スマイリー・フェイスを世界平和の礎にするためのボランティア活動を展開している。1998年には日本支部が誕生し、日本でもボランティア活動を行っている。ハーベイボールは、生前の1999年から毎年10月の第一金曜日をワールド・スマイル・デーと定めて、 ブースター市と共同でイベントを行っている。ワールドスマイルで絵を開始した頃から、スマイルの商品化事業を開始して、その収益をそのイベントの費用としている。その商品化事業の代理人は、ジャスインターナショナル株式会社である。また、財団の所有する登録商標は、関連会社、ハーベーボールスマイルリミテッドによって、合計873件が、 日本の特許庁で登録されている。日本でのスマイリーフェイスは1970年、サンスター文具やリリックといった日本の文具メーカーの関係者が当時アメリカの文具省を訪問。帰国後アメリカの大流行を真似て日本でニコニコマーク、ラブピースとして流行を仕掛けたのが最初である。コンピュータ上の文字コードであるユニコードには スマイリーフェイスのようなマークが定義されている。新鮮通りユニバーシアード UU ミニカード、ありがとうございます。